はい皆さんこんにちは今日もチャット GPT のお話を進めていきましょうもう GPT 図これは使ってらっしゃいますか2022年の11月頃に出てきたチャット GPT ですそれはあれよあれよと言ってる間に皆さんのところに名前ぐらいは浸透していきましたそしてこの2023年の11月になって いわゆる一年経ってですね GPTs というのができてカスタマイズができるようになりましたそしてなんとこの月末には GPT ストアというのができてカスタマイズして便利になったチャットボットを販売したりというようなことまでできるようになってきたということです僕も含めて YouTuber の皆さんは この GPT 図の使い方について、いろいろ解説をしています。でも、一つ二つの動画さえ見れば、GPT 図ってそんなに難しくないですよね。今話題になってるというのは、誰もが簡単にノーコードでプログラマーのようなことができるというようなことがあるからこそ、今 SN、SNS 界隈ではとっても人気が出ているわけです。 ですからもう習うという次元は特別ななな高度なここととをしない限りは皆さんもすすすぐに習得することができます違う角度から言えば頑張って GPT 図をうまく使えるようになるいわゆる世間のビジネスで言えばワードやエクセルが当たり前に使えるようになるのと同じように。 もしくはそういうビジネスに関わっていないような人であればグーグル検索これぐらいと同じような利用頻度に今後なっていく僕はそんな風に思っていますそこで今日はもう習うという次元は卒業しましょうということでお話を進めたいと思います。ここに4つのトピックスを表示しましたままたず GPT 何からしたらいいのかなっていう方がたくさんおられますいわゆるアイデアが浮かばないということですねそして多分そういう人たちはアイデアが浮かんでもそんなことあまり値打ちがないと自分で決めつけてるということはないでしょうかアイデアというのはそんな複雑に考えなくってもあなたが思うアイデアを欲しい人も 少なからずいると思いますでもこのお話は売るとかいうことはちょっと二の次にしまして自分が使っていくのに便利なものということなんです GPT 図のもう一度基本をお話ししますとチャット GPT はどんなことを聞いてもほぼ回答してくれるようなチャットに仕上がっていますそれを各々の専門的な 回答をしてもらうようよに作る例えば釣りが好きな人そういう人は釣りのことにとっても楽に回答をしてくれるようなチャットこれを作ればいいわけです釣りが好きな人ってたくさんいますがそういうまずアイデアというのを大事に考えてくださいそして次2番目の項目ですが 個性を注入というふうに書いています確かに思いつきというのはみんな持ってますしだからそんなこと考えても無駄だなというふうにも感じてしまうわけですそれも一理ありますので同じようなことをしていたらなかなかそのチャットボットが楽しいというふうにはならないのではないでしょうかそして次考えることは使いやすいかどうかです例えば あるグルメのカロリーを計算しようそんなようなアイデアが浮かんだと思いますたくさんの人が同じようなことを考えますがでもできたらですねどんなメニューですか何人分ですかとかいうようにチャットボットを進めていくと皆さんそういうのって便利と思いますか僕は全然便利だと思いませんスパゲティカルボラーナ というふうに入れたら一発で出てくれる方がいいと思うんですねいわゆるユーザーインターフェースというのを便利に作らないと何度も何度も同じようなことを聞いてきたりというチャットボットでは僕は皆さんが便利だとは感じないと思いますそして4番目はそのチャットボットを使ってたら楽しいかこの エンンターテイメント性というのは案外重要です。どんなことをしてもそうなんですがこの4つの観点で考えるならどんなようなアイデアがいいのか今日はそれを実践的にお話をしますそういう意味で僕が考えたのは写真から逆レシピというようなアイデアですいわゆるるレシピを表示するような、 ソフトなんですけれども、せっかくですから。チャット gpt の gpt 4ビジョンこの機能を使えばグルメの写真、これをチャット gpt に教えてあげるだけで、その内容がわかるようになっています。そんな機能をやってみましょう。もう写真の素材があればいいですけれども。もし。 なないといとううような場合ですねもしくは Google 検索とかをやっていて美味しそうなメニューが出てきたらあこれどうやったら作れるのかなそんなふうに感じることってありますよね仮にハンバーグこのように入力してハンバーグステーキを検索しましょうそして画像はいこうすると美味しそうな ハンバーグが出てきますよね。そうすればこれをクリックしたとします。そしてダウンロードします。はい。これをダウンロードフォルダーに保存します。今度はこのチャットボットに行きます。そしてここで今ダウンロードした写真をドラッグドロップで表示させます。この一番上のファイル、このようにハンバーグの写真です。 皆さんはもう GPT-4 ビジョンこれをお使いでしたらこんな風にして写真からその情報を見ることができるのは分かっていると思いますがカスタムチャットで作る理由というのはもうこれをアップロードするだけでいろんなことが後ろで仕組まれていてそしていちいちカロリーはとかこの食材は何ですかというようなことを聞かなくても それが今回の GPT 図これだと思ってくださいじゃあやっていきましょうこれをドラッグしますはいするとここに入力ができましたたったこれだけですこれだけでもう何も「ハンバーグだ」とかいうようなことも言わなくてもただあとは「二人前」とかはいこのように書けばいいだけですじゃあ送ってみましょう これはハンバーグやなえー、なえー、なええな二人前のレシピを教えたるでちょっと待っときはいもうここで先ほどの四番目のお話いわゆるエンターテイメント性ということですね今回僕が考えたのは大阪弁で喋るとそれもおばちゃん言葉それで回答するようなチャットボットこういうふうにしましたやはり こういうようなことでなかったら使っていていいいも面白くななじゃないですか。まあ関東の人が逆に大阪弁嫌いだという人は使わないかも分かりませんがこれが4番目に書いたエンターテインメントですそして写真を入れただけで後のことはお任せで出てくるというようなこういう機能これも大事だと思います2人前のハンバーグレシピがこのように出ました そして、下にはカロリーのことをちゃんと書いてくれています。合いびき肉 300g 約600キロカロリー玉ねぎ1/2約25キロカロリーとかいうことで、カロリーの勉強にもなるということです。そして、ここで作り方のコツというのも出てくれてますし、その上には合計のカロリーというのも計算してくれています。 まあ2人前ですから半分に割るということですけれどもこのようにして作り方のコツまで一気に出てくるこれがユーザーインターフェースですね先ほど3番目にお話しした使いやすさ徹底検証ということでですね本当にこれでいいのか今は何人前ということだけを入れたわけですあとは写真を放り込んだだけ そして何を出してくださいとかカロリー計算してくださいとかそんなことはもう言わないで一発でできるこれが使いやすさの徹底検証ということです多分これ以上早く簡単に入力させるというのはほぼできないと言ってもいいんじゃないでしょうかですからここに書いた4項目まずはレシピのソフトを作ろうというふうに考える そしてみんなと同じ。それじゃ楽しくないね。そして作りかけたら本当にこれで便利なのか。普通のチャット GPT でプロンプトを打つのとどんだけ差があるのか。そしてやっていけば楽しい。今回の場合、大阪のおばちゃんということで回答をしましたが、このようなエンターテインメント性があるか。これはとっても重要です。 皆さんも一度ですねこの4つのポイントを把握してですね面白い GPT 図これを作ってくださいまだ間に合いますできたら GPT ストアがオープンする頃にはちゃんと自分でこういうノウハウを持って作ってみてくださいそして簡単に誰もがもしかしたら GPT 図を売れる可能性もあるかもわかりませんので皆さん 一度チャレンジしてください。そして売る気がない人も自分のチャット GPT をより便利にしましょう。でもその前に一つだけチャット GPT はプラスユーダー、いわゆる有料版で入っている人しか使えません。もうそろそろ有料版にしてもいいんじゃないでしょうか。この動画は AI 初心者教習所のメガネ教官がお送りしましたがメインの YouTube チャンネルの方は音楽の話題に特化した展開をししたたたをてていきたいきとと思ってサブチャンネルと分けましたどちらのチャンネルもよろしくお願いしたいと思いますし伸びてくるまではメインチャンネルの6,000人オーバーのチャンネルの方でも並行して動画を公開していきたいと思います。 今日はご視聴ありがとうございました。またねー。